Space Monkeys TV。はい、ウェルカム、スペースモンキーズ TV へようこそ。さあですね、今日たこ焼きタイプの UFO キャッチャーなんですけど、あれ見てください。金の福袋、一番左のやつがヤバくないですか。ちょっと結構でっかい箱が、これこれこれ、めっちゃこんもりしてるから、これちょっと狙いに行きたいと思います。まずこのアーム見てください。ガチャガチャを加工したね、スーパーすくいやすいアームになってるんですよ。たこ焼きの方もガードがついてるから結構当たりやすい。あのシールの貼ってあるところに弾が入ればゲットでございます。それでは行きましょう。それでは行きます。1回目、これ結構ね、多分アームがねいい感じにね、こうあれ加工されてるんでね、しっかりね、がっぽりね、がっぽし釣れるんじゃないかと思います。弾がこれ平均3つとか当たり前じゃない。あ、2つか、3ついけばいい方かな。さあどうだ。青いテープに入れば勝ち。おいおいおい、これ意外とすぐいけちゃうんじゃないかな。多くて3つ、やばくて4つとかじゃない、これ取れて。1個、マジか。さあどうかな。あの青いテープに入れば、あ、出た、アウトオブバウンス。サッカーだとあのボールが出たとかいいんですけどね、バスケットはアウトオブバウンスって言うんですよね。あの場外みたいな、そういう意味です。ほら、あ、2つか。さあ、あの青テープ、青テープ入ったらゲットですよ。ムーム、これ結構時間かかるやつか。なんか3つ玉が取れたら夢膨らむよね。なるほど。なんかランナー奥に行けば行くほど玉が取れなくなっていく、そういうシステムなんですよね。来た、いいね、3つ来た、3つ来た。これが来なかったらおしまいですよ。これが来なかったらおしまいだよ、ほんとに。さあどうだ、3つよ。どうか。見事にすり抜けるパターンですね。さああと2回行ってみましょう。3つ取れたらかなりね、確率は高まるね、期待は高まるしね、見てる方も面白いよ。あ、これ結構取れると思うよ、多分弾が弾けなきゃ。あー、2つか。さあどうでしょうか、黄色い弾。ムムムム、オールコンプしたら特別賞。さあ行きましょう。さあとりあえず500円はラスト1回ですね。これで決まれば相当リーズナブルじゃなかろうかと思います。いきます。たこ焼きゲームの覇者。あんまり俺これね動画にしてないんですよ、たこ焼きゲーム。ついてないんでね、毎回ね。お、来たよ、2つ。下手すればたこ焼きゲーム、過去にね2000円使った思い出がある。ドラゴンボールを取るために。さあどうだ。あれ、やばいやばい、ざわざわしてきたぜ。これと全く一緒のやつで8000円使ったことあります。マジで金のバイブ。追加500円いきます。1、2、3、4、5、これで7回目ですね。いきましょう。ほら来たよ、2つ。あー、3つじゃないか、2つか。こっから8000円、やばいね、考えたくない。頼む、入って。おーい、おいおいおい、ここまで行くのかな。ちょっとなんかやばい、そういうこと言うと本当にそれが現実になりそうだ。よしよしよし、どうにか2つ。これで跳ね返ればいいんだよね、下の方にね、ポイーンって。やったー、オッケー。見て、あと俺4つも残ってるからね。はい、それではね、金の福袋、これね、箱のデカさ的にね、任天堂スイッチじゃないかなと思います。開けていきます。任天堂スイッチが入ってたらマジでヤバいっすね。ヤバいヤバいヤバい、めちゃめちゃいい。これ俺どっかで見たことあるんだけど。ああ、それドンキで売ってるやつ。5人前も入ってたなんていいじゃないですか。3枚すげえ。3枚入った美少女ユニットクレーンゲールだそうです。これはクルールにあげます。めっちゃいいじゃないですか。なんだこれは。いいな。クレーンゲールタペストリーというかタオルでしたね。これ1000円以内で俺取ってるから、実質700円でゲットしました。700円でゲットしたこの商品ですね。
家に帰ってね、おまけ映像でね、どんなものか検証してみたいと思います。以上、スペースモビーズ TV でした。バイ。むむ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 もう爆破物解体みたいになっちゃってるな、もう。いや、オッケー。で、スイッチ。